足跡。足跡とは、人や動物が土、雪、泥などの上を歩いた後に残る、足の形。また足跡と読めば、人の経歴や業績などを指す言葉となるほか、人に限った足の跡、様々な痕跡、通った、経路、足取りなどを指す意味合いにもなる。警察が用いる例えば、犯人の足跡という言葉において、足跡は足跡と読む。 また、ソーシャルネットワーキングサービスなどにおける訪問者のログを指す言葉として、足跡、足跡、機能がある。アクセス解析、アクセスカウンターを参照。足跡は、人間や動物の歩いた後に、その足を乗せた場所と形が残っているものを指す。そのあり方には二通りがあり、一つは足を乗せた場所がその形にくぼむものである。これは、 柔らかい基板状に生じ、水を吸った泥や砂、あるいは雪の上にはっきりと残る。森林土壌のように荒い気質の場合、大雑把な輪郭だけが残る。もう一つは、泥など足の裏にこびりつく素材の上を歩いた後に、硬い気質の上を歩いた場合、その泥などの跡が印象として残されるものである。いずれにせよ、足跡は、普通は、 ある程度以上大きな動物によってのみ残される。ただし、寒天培地上で微生物の培養をすると、往々にして、粉谷が発生するが、これが歩いた足跡に、バクテリアが繁殖するので足跡として視認できるようになる例がある。おそらく最小の足跡と思われる。また、水中では、足跡は残らないことが多い。水の運動で表面がか乱されるからである。そのため、 水から生い出した動物の足跡は水面より上から始まる。このことから、かつて海ソり類の足跡が途中からだけ続いている。化石が見つかり、水から生い出した足跡と判断されたものがある。現代人の足跡も真剣な調査の対象となる。何らかの事件が発生し、現場に足跡が残されていた場合、足跡は事件の犯人を探るための重要な情報源となる。 ため、鑑識によって慎重な鑑定が行われる、前述し、たようにここのの場合、警察では、足跡ととを、呼ぶ。鑑定された足跡は、裁判において一つの証拠として取り扱われ、裁判の行方に影響を与える。国家公安委員会によって、足跡取り扱い規則、昭和54年5月17日国家公安委員会規則第6号なるものも、定められている。 指紋の後は手袋をはめる通して消すことができるが足跡は必ず残る点が指紋と大きく異なる。履いている靴の種類はもちろん現在の調査では足跡から対象者のおおよその体型も判別切る。推理小説でもシャーロック・ホームズの頃からすでに足跡は重要な証拠として扱われ彼が足跡を見て推理を展開するシーンは見どころの一つにもなっている。 また、足跡をごまかしたり、誤認させるためのトリックを扱った作品も多い。動物の足跡は、いわゆるフィールドサインの代表的なものである。漁師は発見した足跡から、獲物の種類、大きさなどを見極め、行動を決める、際の重要な手がかりとする。また生態学者は、フィールドワークの最中に発見した足跡を、対象地域に生息する生物の種類や数、 活動範囲などを見積もるための貴重な情報源として利用する。足跡からは、それをつけた動物の種類、大きさ、運動の方法、走ったか歩いたかなど、移動方向、それがその場にいた、時間等の情報が得られる。足跡はまた、それをつけた動物を追跡する際の最も重要な手がかりである。これは、動物館であっても同じで、 肉食動物は獲物の足跡を追いかける。草食動物はこれを避けるために意図的に足跡をくらます手段を講じる場合がある。足跡は普通、時と共に消えてしまうが、中には様々な偶然の重なりにより化石化して数千万年以上も残ることがある。こうした足跡の化石は古生物学の世界で、 生ン化石と呼ばれているもの一つで、減損しない生物の生態を探るための重要な資料として真剣な研究の対象となっている。例えば恐竜の足跡からは、恐竜がどのように歩いたかに関する重要な情報が得られる。戦場では敵方に足跡を追跡されると、作戦行動の失敗につながりかねないため、足跡を利用した格乱行動がある。例として、 足跡から物体人数を割り出されないように2列になり、足跡を重ね踏みしたり、時間的余裕があれば、一度通った道を後ろ向きで歩いて引き返し、あたかもその道を通ったように装い、敵方を別の場所へ誘導させる場合もある、時間稼ぎが騒だが、罠を仕掛ければ、兵力も削れる。兵法書の当選業には、 腸に肝あり手群に厳しなき者は全なりと記述されており、首相に弾力があれば、戦場に余計なかかとイコール足跡は残さないとしているように、むやみに戦場で足跡を残すことは優秀ではないとしている。武術の方などでは、足跡から相手がどのような動きをしたかが判別されてしまうため、肩が終わった際は多流派に見られぬよう足跡をかき消す行動が取られる。 いわゆる歩幅、間合いが分かってしまうため。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。